はい、山田でございます。ですのでね、いきなり入りますけど、セラピストさんのお仕事っていうのはやっぱりなんていうのかな、一人一人、まあ、お客様というのが大体、まあ、先輩が多いんですよね。なのでセラピストさんは20代か30代、まあ、うちに関して言うとで、お客様は30代40代50代、ということはやっぱり10年ぐらい、まあ、先輩だったりするわけですよね。なので、まあ、全てのお客様ではないけれども、やっぱりその人生経験が自分よりある、方と2時間なり、一緒に、まあ、過ごせるっていうことがすごく勉強になったりもします。で、人生経験こそね、やっぱり人間の厚み、深さでもあるし、やっぱりその先輩方とそのしっかり向き合ってする、まあ、対する仕事ですから、しっかり向き合うことができた方がいいわけですからね。満足感を高めるためにもと考えると、やっぱりすごく勉強になるというかね、奥深い仕事でございます。なのでね、僕はそういう面でもね、大変だけど、大変なお仕事だけど、いろんなお客様もいらっしゃいますし、それこそ、個室で1対1っていうのはまあハードですよ、考えようによっては。他のお仕事でも僕そう思ってたんですけど、1対1でその長時間、接客しなきゃいけ、まあ、しなきゃいけないって言ったら、ね、マイナスな言い方ですな、まあ、接客しするお仕事としっていうのはね、どんなお仕事でも、それなりに、そのハードというかね、言い訳が効かないというか、仕事だと思うので、それはまあハードっちゃハードだけど、考え方ですから、あなたは20代だったり30代だったりするなら、あと2、30年は生きるじゃないですか。3、40年はね、その中でやっぱりこのメンズエステで毎日、大先輩の方たちと、2時間なり3時間なりの時間を共有する、過ごさせていただくというのがまた自分の成長になるんですよね。なので、まあセラピストさんによってはね、まあお客様にもよるんだけど、大変だなと思ってるかもしれないけど、考え方変えるだけで、この方はどういう生き方してきたんだろう、どういう人生を送っているんだろう、どうなっていくんだろうとかね、どういう思いで、どういうまあ、感じで生きてきたのかなっていうのを、知ろうとしたりしたら、今後の人生に間違いなく活かせます。なのでね、このメンズエステのお仕事っていうのはそういう面でも、自分を成長させる、自分の将来のための、勉強になる、お仕事だということが言えます。またね、リンパマッサージとかやられてきた方はもちろん活かしてお仕事できます。あなたのね、今までの努力、そしてその苦労、などがやっぱりね、この、メンズエステのお仕事にも反映されるし、もう本当に活かして上乗せで仕事できるというかね、いう感じします。で、または、未経験の方、は逆にリンパマッサージとかエステサロンで働きたいとかね、マッサージ、の技術を身につけたいとか、そういう方たちも本当にね、それの足がかりになるというか、きっかけになるし、まあ、ドキドキ感の提供だったり、安心感の提供、スキンシップセラピー、ももちろんですけれども、言ってもマッサージ屋さんですので、マッサージを勉強するという意味でもね、本当にプラスになると思ってます。ですので考え方次第、ね、あなたが生かそうとかね、この仕事で何かを得ようとか、せっかくやるのであれば、お金だけじゃなくて、時間だけじゃなくて、そういった経験を積もうとか、そういう意味で、考え出るのであれば、まあ、考えてほしいんですけどね、考えた方がいいと思うし、すごく自分にとってプラスになる、給料だけじゃないよ、時間の余裕ができるだけじゃなく、本当にまあ、レアな仕事だとは思ってますよ。そんな尊上そこらに転がってるようなお仕事だとは思ってないので、あなたが学ぶ姿勢、自分のためにも、やるんだっていう姿勢さえあればね、
本当にね、この得るものが大きい、お仕事だと思います。なので、ちょっとね不安もあるかもしれないし、内容が内容で本当に大丈夫って男性と二人きりでね、一対一で個室でって不安な要素を考えたら不安ですよそれは。でもなんていうのかな、そういうなんか危ない思いをする可能性は積んでますしね、お店としてはもちろん危険がないように、何か事故があった時とか、事故がないようにしてるし、あった時の対策も完璧にできてますけれども、そういうなんかちょっと怖いな不安だな、心配だなっていうのももちろんわかるけれども、逆に、得れるものの部分を考えていただいてね、前向きになっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとまとめますと、お金ももちろん稼げる、お給料の高いお仕事でございますので、普通のお仕事 OL さんだったりアルバイトパートの倍ぐらいの、お給料になると思います。同じ時間働ければね、倍か3倍かぐらいになると思うし、逆に、仕事をどれだけ稼がなきゃいけないっていうのがあるのであれば、メンズエステでお仕事すれば、日数を減らすことができる。で、空いた時間で、ご自身の本当にやりたいこと、大切な人と一緒に過ごす時間とかね、夢のため、そういった、勉強だったり、まあそんな言葉が出てこないね、もう、に使える時間の余裕ができる、時間のゆとりができる時間を勝ち取れる、なんか慌ただしく気ぜわしく何もできない日々を送らなくて、済む、そういうメリットはあるけれども、まあ、さらなる、メリット、いい点としてやっぱり人生勉強、ね、人生経験豊富な方と、1対1で2時間、しっかりお話ができる、お話を聞かせていただくことができる、ね、お話は下手くそでいいんですよ。この音声も上げたことあるけど、だって人生経験が違うのに対等に話せる、方もいるけど話せるわけないじゃん。それはでもお客様も分かってるし、対等にお話ししてくださいなんてお店も求めてないです。ただお話を傾聴する、ね、真剣に聞かせていただくことはできるし、それを自分の何物として生きていけると言ったらちょっと、オーバートークかもしれないですが、お客様の人生のね、そういった考え方なんかも、ああなるほどそういうことかと、だからこの方は成功してらっしゃるんだなとか、幸せな家庭を築いてらっしゃるんだなとか、そういうのも、一つ一つがね勉強になったりするので、メンズエステのセラピストさん、なかなか面白いお仕事でございます。ぜひね、迷ってる方いると思うけども、プラスのことを考えて、マイナス面はね、分かる、マイナス面は分かるけども、それじゃ始まんないから、どんな仕事でもマイナス面あるから、ね、それは免罪してだけじゃないし、でどんな仕事、何か仕事されるときにやっぱプラスのこと、得れるものっていうのも考えるじゃないですか。それをね考えていただいて、ご自身のお仕事選びの、参考にして、参考というかね選択肢の一つにしていただければと思います。